仕事にはデニム着物をよく着ています。フットネイルがある時はお洋服、筒袖のハンジバンド、裾よけは着物のつぶさん。前を合わせたら内側で挟まっている布を全部上に持ってくるとすっきりするよ。デニム着物は特にゴワゴワするから、この上に上げるのはやった方がいいかも。少し上が私はフィットする。自分のいい場所を見つけると着物も楽に着られるよ。後ろで一回キュッと締めます。おはしょりを整えよう。前から手を入れ刀切り、トントン失敗。後ろの身やっつく力から手を入れ、下に引っ張り、サイドにずれながら斜め下に引っ張るよ。前のおはしょりをすっきりさせたいので、内側の布を上に上げておきます。しましょう。なくてもいいんですが、あるとバランス良くなります。
浴衣シーズン、浴衣にもぴったりな半幅帯の簡単で可愛い結び方でした。